公団もぐさ団地公団芝、白金団地公団住宅の団地内に掲げられた、ペット飼育禁止看板公団住宅は、日本住宅公団が供給した住宅。前身となる組織名が、公団であったことからそう呼ばれた。日本住宅公団が建設した団地には、賃貸の集合住宅と分譲住宅があったが、主に集合住宅を、公団住宅、公団団地と称していた。 なお、都市再生機構となった現在では、賃貸の集合住宅を UR 賃貸住宅と称している。昭和30年代から40年代に、都市部で働く、地方出身の中流サラリーマン世帯に、良質な住宅を大量に供給するため、市として、都市均衡に土地開発し住宅建築を行った。全部で数百世帯から千世帯を超える当時としては、 大規模開発で、後の民間のデベロッパーの先駆けである。建物の特徴として、階段室型の中層5階建ての鉄筋コンクリート作りの集合住宅が取り囲むような構造となっているものが多い。大規模団地では、中心部に商店、銀行、郵便局など生活に必要な施設を置き、団地内で生活の用が足りるようになっている。 一住宅の広さは、夫婦と子供二人の四人家族程度を想定した、40平方メートルから60平方メートル程度の 3D 系タイプが多い。当初は賃貸タイプのみで、中流サラリーマンの月収の40%前後の家賃が設定されており、民間アパートと比べて決して安いとは言えなかったが、モダンな生活を夢見る夫婦の申し込みが殺到し、 抽選に当選するのは困難であった。昭和40年代に入ると、政府の持ち家政策の一環として、賃貸とほぼ同じ仕様の部屋を分譲して販売するようになった。賃貸タイプは今日では UR 賃貸住宅として引き継がれている。建築当初から入居している世帯では継続家賃が適用されており、高度成長期を挟んだ所得の伸びとは比例していない。 ため、所得に占める家賃の割合は、比較的低く抑えられている。分譲タイプ入居者は、現役時代は高金利の住宅ローンの負担は大きかったものの、現在は30年程度のローンは終了しており、毎月の支出は、各団地の管理組合や、居住棟の保全会に支払う管理費と、修繕積立金だけで、同仕様の賃貸タイプの数分の一で済むため負担は、 大きくない。公団という名称は現在でも公共的な場所や団体の名称などに用いられている。ありがとうございます。